はい、それでは表題の論文について長岡技術科学大学の勝田が紹介します。はい、今回はディスタントスーパービジョンで、まあ、データを拡張するというようなタスクに対して、まあ、それは自動でデータ作るとやはりノイズのあるデータセットになってしまうというのが問題で、今回はそれを GANを用いてクリーニングをしようというようなものになります。でそこの生成器で正しくないみたいなものを判別させるような学習をさせます。はい、今回リレーションエクストラクションのタスクにおいて、ディスタントスーパービジョンで、データを増やすみたいなことをするんですけど、そのまずリレーションエクストラクションというのはその単語と単語の、名詞と名詞の単語のペアに対してそれがどういう関係であるかみたいなのを予測させるようなタスクで、実際にそれを外部の知識グラフとかから獲得しようとすると、どうしても本来のなんか正解データ以上にその周辺も取ってきて、本来間違っているはずのものも正解みたいな風なデータを作るというようなことが課題としてあり、今回はそれを取り除きたいというような ことになります。で、全体のこう流れとしては、これがその学習の時の流れになるんですけど、GANと、ジェネレーターとディスクリミネーターで、それぞれ敵対して学習させるというようなものになっていて、ジェネレーター側では まず DS でデータセット作ったものから N 個のものを引っ張ってきて、それがの確信度というか信頼度的なものを予測して、それで高いものはこれはデータとして信用できる信用できないというのを日分類のようなものを解かせるんですけど、でそれでラベルを振るということで、ただ今回ディスクリミネーター側には、本来、生成側では確信度が高いってなったデータに対して、それを逆にディスクリミネーターには確信度が低いというふうに、あえてな、嘘のようなデータとして学習させ、させるっていうことをさせます。で、その後ディスクリミネーターにこうラベル0っていうふうに学習させるんですけど、それでもラベルを1を予測するようなデータを、個人リレーターに報酬として渡してみたいな、そういうことをさせています。はい、で一応 GAN は、プリトレインされたモデルでやらないと、収束がしづらいというようなものもあって、今回のデータでは割とディスクリミネーターとジェネレーター両方とも、化学習をさせるような、プリトレインをさせています。で、そのデータセット自体も、DS からとりあえずは持ってきて、それで正例と不例でそれぞれデータセット用意するんですけど、不例に関してはクローズテストにならないような風にということを意識して、それぞれ別々のものを用意して学習させます。で、ディスクリミネーターのアキュラシーが90を超えるまで学習させるのと、ジェネレーターはオーバーフィッティングさせるみたいなことが一応こう何ですかね、言っていました。でその後にジェネレーターで、ディスクリミネーターの確率を、下げるように、選ばせるっていうようなことをさせます。で全体のアルゴリズムとしては、こんな感じになっていて、最初はプリトレインさせるとかそういう話になっていて、この学習の際はまず最初に、ジェネレーター側から学習の、それぞれの確信度みたいなのを出力させて、それによってディスクリミネーターを学習でパラメーターを更新して、その後にその予測ディスクリミネーターの予測から予測結果から、ジェネレーターのパラメーターも更新していくっていうような流れをとっています。でジェネレーターが何を学習させるかみたいな形なんですけど、今回はその、サンプリングのタスクを、解かせるというような形で、
まあ購買ではまあ最適化が難しいということで、今回強化学習のまあポリシーグラディエントというものに基づいて、その確率を最この下の式の確率を最大化させるような学習をさせます。まあ、これはあれですね、ジェネレーター側がまあポジティブサンプリングだと指摘したものが、ディスクリミネーターでもまあポジティブとして予測されるみたいなことを学習っていう確率をまあ最大にするってこと で、ディスクリミネーターは純粋に日分類を解かせるんで、ジェネレーター側から引っ張ってきたまあ01をただ予測あちゃんと正しく予測できるように学習させていくっていうようなことをします。でまあ、ジェネレーターの強化学習では一応、まあ、確率を最大化させるとは言ったんですけど、まあ、その学習のために一応報酬として2つのものを用意していて、まあ、まず1つがその、まあディスクリミネーターがポジティブとジェネレーター側でポジティブとしてまあ渡したものをディスクリミネーターがポジティブとまた判断してくれるものがまあ報酬としてなって、その次に、ディスクリミネーターの分類精度を下げすることを、まあ、もう一つの報酬として渡しています。まあ、さっきの、まあ、ここでも述べたんですけど、まあ、ジェネレーター側が、まあ、正しく、ラベル0の方向に、まあ、正の例を持ってくることができれば、それだけディスクリミネーターの精度は下がるというふうなことを前提にこのような報酬の設定をしています。で実際にその敵対させて学習させたジェネレーターを用いて、まあ、そのデータのクリーニングを行うんですけど、まあ、一つのリレーションに対してそれぞれ一つのジェネレーターを用意して、それで学習させて、で実際にまあデータセットのクリーニングを行って実験をします。で実際に使うデータセットは、まあ、この上の3つで、一番上は元からある、エクストラクションデータセット、リレーションエクストラクションのデータセットで、あと、まあ知識ベースの知識のデータセットと、まあ、タブモノリンガルのコーパスにでそれぞれを用いて、で評価するときはその、まあ、ニューヨークタイムズのまあ、リレーション関係とかそういうののデータっていうのは一番上のデータセットの中に入っていないので、まあ、評価する際もそのニューヨークタイムズとフリーベースで作ったデータの一部を使って、まあ、それをまあ一つ評価のエバリエーションデータとして使います。はい、でまず、まあ、DSGAN の学習過程なんですけど、上のこの青色のグラフっていうのが色が濃くなるほどエポックを回した後のその学習の過程ということになっていて、まあ、学習が進むにつれてディスクリミネーターの分類精度っていうのは下がっていくっていうことで、まあ、うまくジェネレーター側はまあポジティブサンプリングを抽出できているようになっているというようなことを示していて、でまあ下の方ではその抽出したクリーニングした状態で、まあ、ネガポジの分類をまた学習させるというような評価をしていて、まあ、綺麗なクリーニングができていればできてほど、まあ日分類の精度も高くなるはずというような形でやっています。で、まあ、DSGANでやる方、今回 DSGANを用いる方が、まあ、一番精度がエポック少ないエポックでもより高くなっているということで、まあ、綺麗なものが持ってこれているということを言っています。で実際にこのリレーションエクストラクションでの、まあ、精度を確かめているんですけど、そのまあ、過去の先行研究での CNN と PCNN っていうのをとの比較を行っていて、どちらにおいても、プレシジョンリコールのカーブ、AUC が大きくなっているというのが、まあ、分かっていて、 P バリューを用いても、まあ、統計的に有意な差があるというふうなことを、まあ、示しています。
ということで今回そのGANを用いたノイズ除去の方法の提案を行いました。でタスクに今回依存するようなもの、今回のモデルはタスクに依存するようなものではなく、まあ、一応他のタスクでもまあ適用は可能であろうと述べられています。で、まあ、最終的にニューヨークタイムズデータセットを用いて有意な差があるということが分かりました。以上で発表を終わります。